イサムさんハートありがとうございます。トモゾーペさんハートありがとうございます。クロさんハートありがとうございます。ノリペさん決勝ありがとうございます。ナツハさんハートありがとうございます。ムジェイジュニアさんスノードームありがとうございます。クラインさんハートありがとうございます。おはようございます。ハマドさんクマありがとうございます。タドの魚さんクマありがとうございます。トムトムさん決勝ありがとうございます。ナナちゃんハートありがとうございます。タキヤさんハートありがとうございます。トムトムさん決勝ありがとうございます。クロさんこれ何？香水みたい。ありがとうございます。カズキチクマありがとうございます。シージャンペさんお手紙ありがとうございます。キミコさんハートありがとうございます。シージャンペさん決勝ありがとうございます。クロさん決勝ありがとうございます。ママッペお手紙ありがとうございます。モリセイジさん決勝ありがとうございます。カズキチお手紙ありがとうございます。昨日の劇場のお弁当の後何か食べてないです。劇場のお弁当の後は食べてないから、結構さ劇場のお弁当って食べるの早いからお腹空いてました。昨日の夜やっと妖精見れました。後ろの方だったけど、ここ点が頑張ります。今日は約2ヶ月過ぎぶりくらいのここ点です。初日ぶりで2回目でございます。今日誕生日の講習はず、お、おめでとうございます。ハッピーバースデー。今日誕生日、私の友達と同じだ。私の友達も今日ね誕生日だったんで LINE しました。おめでとっぺでございます。2回目が一番怖いし、2ヶ月ぶりっていうのも怖いって感じです。今日公演東京ミートさんありがとうございます。こんばんは、元気なともさってありがとうございます。念入りにリハーサルをしてきます。今日から持久走始まる。いいな、持久走は1年生の時にやってやってない。持久走意外と好きなんですよね。面白い。
なんだっけ、1000メートル、あれ1000メートルじゃない、なんだっけ、1キロを何分ぐらいで走ったっけ私。なんかこういうなんか決まった時間の間でどれくらい走れるかみたいなのもやったんですよ。なんだっけ私、どれくらい走れたっけ。忘れちゃった。自由で勝負したくない、嫌いではないですね持久走、まあ、得意でもないけどって感じ。しびれたけどここでレベル覚えてた。後半の曲がちょっと苦手で、私人生相談とフェブラリーと、人生相談とフェブラリーがちょっと苦手なので、でも立ち位置が多いんですよここてんって。だから振りよりは立ち位置がちょっとむず覚え難しかったかも。マット運動も昨日マット運動やったんですよ、体育があって、まあ楽しかったけどね。マット運動も苦手だけど楽しかった、好きです。ペイ昨日妖精ペイ見れたよ、ありがとうございます。シャトルランはマジで好きじゃないシャトルランってさ、同じところをこう何回も走るから、なんかあんまり好きじゃないです。シャトルランはあんまり好きじゃないです私。持久走もグラウンド同じとこ何回も走るけど、持久走の方がまだいい。シャトルランは本当にあんまり好きじゃない。お点がまたありがとうございます。インフルエンザ気をつけます。不毛も苦手ですよ、不毛も難しいし、苦手な曲がたくさんなコボテンです難しい。汗を汗をなら トルラン学生の時やばい160回、イエーすごチキソーだと止まらない。あ、それはあるかもしれないですね、友達となんか話しながら走れるっていうのは。昨日妖精ペを目に向けていてありがとうございます、やったー、頑張ります。お直感吐ける、どうだろう、わかんないです。時間の来月からユニットも加わるからさらに大変そうなんです。
先生に立花まだいけるやろって言われたから、私的にはシャトルランそうなの、シャトルラン。なんか去年の先生なんですけど、今年は先生が変わったのであんま言われないんですけど、去年はめっちゃ言われてた、立花もっといけるだろう。なんかね、昨日ねマット運動があったんですよ。それでなんか一つね、なんか技をやる、なんかそういう技っていう技じゃないんですけど、なんかここに手をやってマットの上でこうやって足をねピンって伸ばしてこうやってやって起き上がるみたいな、ただこうやってしてゴロンってして起き上がるだけの、なんかをみんなで先生がチェックするためにやったんですよ。それでなんか体育館の中にマットがこう引いてあるんですけど、なんかそれマットをなんていうの、別々にこうやって分けられてるんですね。それで一つのマットに5人ずつとかでこう振り分けられてるんですけど、なんか一つのペアごとになんかみんなの前でチェックみたいなのがあって、こうやってるのを全校っていうかクラスの子から見られるみたいな。それで先生がここのペアで一番上手だったのは誰々なんで、もう一回みんなの前でやってくださいみたいな言うんですよ。それでその私のマットのペア5人くらいいたんですけど、立花が一番うまいから立花もう一回やれって言われて、昨日はみんなが見てる中一人でデコローンって5回ぐらいやってました。なんかやってる時に先生と目合ったんですよ。だからこれはもうなんか言われそうだなって感づいてて予想通りやらされました。めっちゃみんなさ拍手してくれるからさあーって、そうお手本になれたんです。昨日の夜雷本当にすごかった、びっくりした。急に雷が。コピューに何か楽しみなんでしょうね。私もまだ言われてないから分かんないです。体育の授業ある日がない日じゃテンション全然、私も体育ある日の方が嬉しい。でもね、めっちゃ簡単なんです。ただ後ろにゴローンって転がるだけだから、転がって起き上がるだけなんで、めっちゃ簡単なんですけど。やってる時に先生と目合って、ニヤってされたんで、あ、やばいと思って。これは言われる。急いで目をそらそうとしましたけど、結果立花もう一回やってって言われた。学校楽しいです。でも今日かな、そろそろ席替えするので、今の好きな席が好きな
今の席周りにめっちゃ話す子いるからいいんだけど、席替えするからちょっとまた人見知りが発動しそうまあ話したことある子ばっかなんだけど、クラスの中は。それがそれが席的には場所変わらないんですよ私周りが変わるだけで、場所は逆にもっと端っこになりました。もっと一個後ろになった、窓側の端っこです。またまた同じです、窓側の端っこ。同じ。あの席めっちゃいいんですよね。暖房は当たんないけど、窓側の一番端っこです一番端にいる、隅っこにポツンって。暖房は当たんないけど、窓側って寒いんだよね意外と、換気してるから。今の中学校でも先生は生徒を呼び捨てで呼ぶ、呼び捨てで呼ばれる私は心って言われます、担任の先生から。担任の先生からは心って言われるし、副担任の先生からも心って言われるし、めっちゃいい席なんですよあそこ、本当に最高。でも一個まあ言うなら、先生がめっちゃ当ててくるんですよあの席、端っこから当ててくるから、じゃあ立花ちゃんから行こっかって言って、でどんどんこうやって前になったりとかしていく、当てられる席です、あそこ。それは嫌だけど席的にめっちゃいいので、あとは誰かなって範囲がねはんちゃんね言ってたね席でも、この間2列目になったって言ってたよ MC で。担任の先生と副担任の先生からも心って言われるし、国語の先生とかからも心って言われる。でも担任の先生が社会なんですけど、社会の授業をしだしたら立花さんって言ってくる分かんない、ね、小学校ストーブしかなかった。私も小学校ストーブしかなかったです。4年生くらいまでストーブ生活でした。雪で手袋が、雪で遊んで手袋が濡れたらストーブの周りにみんな干してて、ストーブしかなかったからみんな集まってた、こうやってして。でもね今でもね中学校ね、家庭科室とかもエアコンないからストーブだし、技術室とかもエアコンないからストーブです。エアコンない部屋は何個かあります。教室とかしかエアコン入ってないから、音楽室とかは入ってるけど、入ってない教室もあるから。本当にね私って先生に指名されがちなんですよ。もうね分かんないってのに指名されるから、もうお電話待ってね、ありがとうございます。私の席の一番前で本当にそう順番にこうやってやるから端の人を当てるんですよ。分かんなかったらどうぞ、分かんなかったらじゃあ例えばカッコ一番お願いしますって言ったら分かりませんっていう言います、ちゃんと分かりません。まず首をかしげるんですよ、してあ分かりません、はいじゃあ心さんをサポートして
前の子の名前読んだりする、何々お願いしますみたいな感じ、うん、分かりません。この間数学で当てられて分かりませんって言ったんですよ、うん、そしたら諦めが早いなって言われました。結構早く言った、じゃあ心ここって言った、分かりません、諦めが早いなって言われました。めっちゃ早くこれ、ね、はい、分かりません、いや気に入られててもね、当ててくるのやだ、当ててこないでほしいです。この間数学で覚えたことがあるんですけど披露しますね。3組の辺の長さはそれぞれ等しいと、2組の辺の長さとその間の角はそれぞれ等しいと、1組の角、違う、1組の辺とその 両端の角度は等しいみたいな、その3つを覚えさせられたんですよ。なんか3年生が終わる、中学3年生が終わるまでに13個覚えないといけないこういうのがあるんだって。それのうちの3個を覚えました。これも昨日の数学で当てられました。じゃあ心言ってみようかって、なんか3分以内に暗記してって言われて、頑張って一人で覚えて窓の外を見ながら暗記してたんですよ。したらじゃあ心行こっかって言って、私もまた当てられました。当てる YC で本当そうですよね、当ててもらいましょう先生に。中学生や3年生なんか同じようなのがまた3つあるよ、もうね。俺が生のコッペ当てやすそう、なんで当てやすそう、セーフセーラーブルどちらと思いますか、ブレザーかセーラーセーラー服であってほしい、どっちだと思いますか。今ってさ、どっちの方が多いのかな、セーラー服の方が多いの。なんか男子の制服ってさ、どこの中学校もなんかあんま大きな差はないよ。セラフが少ないのか。
はい、じゃあそろそろお時間なのでランキングを読みたいと思います。じゃあ13位から読みます。はい、13位トモゾッペさんありがとうございます。12位ウッチーさんありがとうございます。11位博多なるなるさんありがとうございます。10位チカクさんありがとうございます。9位カズキチありがとうございます。8位のリッペさんありがとうございます。7位ターさんありがとうございます。6位マイノくんありがとうございます。5位カトッペくんありがとうございます。4位クロさんありがとうございます。3位ムジェイジュニアさんありがとうございます。2位クロさんありがとうございます。1位ヘタッピさんありがとうございました。ということで今日はここで頑張りたいと思います。頑張ります。皆さんぜひ DMM 劇場で見てください。頑張ります。ありがとうございました。またね。バイバーイ。